ノ輪橋から早稲田までを走る都電荒川線は、荒川車庫前停留場のすぐ横に車両基地があります。早稲田方面はこの赤い線を、そして箕輪橋方面はこちらの赤い線を走行します。箕輪橋方面の荒川車庫前停留場は降車ホームと乗車ホームに分かれて設置され、その間に荒川車庫への入庫線と出庫線があります。荒川車庫の入り口付近には都電思い出広場があります。ここには5500型電車5501号と7500型電車7504号の2両が保存されています。定期券や都電のオリジナルグッズを販売している荒川電車営業所の横から、荒川車庫の奥側へ移動していきます。すでに運用から離脱している7000型電車の7001号はここで保存されています。6000型電車6086号もここ荒川車庫の中で静かに保存されています。敷地の奥には車両を乗せて平行移動するトラバーサーがあります。荒川車庫へ到着した車両はどのように車庫へ入るのでしょうか。まず入庫線へ到着した車両はそのまま直進してトラバーサーの上へ移動します。そして車両を乗せたトラバーサーが平行移動すると、車両はトラバーサーから車庫線へ移動します。
今回も動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。画面右下にあるチャンネル登録と書いてあるボタンを押すだけでチャンネル登録をすることができます。どうぞよろしくお願いいたします。